はい皆さん、こんにちは。コーチングサービス、ハレードを運営している中塚さゆです。こんにちは。Web3 ハッカソンプラットフォーム、あきんどを開発している金城です。Web3FM は Web3 にまつわることについて分かりやすく伝えたり、より深掘りする番組です。本日は、僕たちはソーシャルメディアと共にどう生きるかについてお話ししていきたいなと思います。はい。はい、ちょっと今回は SN、SNS の方をちょっと深掘りしていきながら、 話してていいきたいなと思ってますね、まあ、クリプト界隈ではもう完全に Twitter、まあ、今 X ですね X あのテレグラムディスコードみたいなところが、まあ、コミュニティ形成というかアウトプットというか、うん、PR 含めコミュニケーションの主戦場になってますけれどもなんかそういったところも踏まえながらなんかこの SNS をどう今後向き合っていくべきかみたいな話をちょっとお互いね中塚さんも僕もずっと。うん SNS マーケティングみたいなところを結構専門領域としてあの仕事をしてきた身としてどう今のソーシャルメディアを見て、ね、今後どうなっていくだろうかそうです、ね、みたいなところをちょっとちょっとね昔からこうやって,るやってたというか、うん、こう仕事領域で関わってた身としては、まあ、結構 SNS 領域のなんか分岐点分岐点というか,なんか結構変わりそうだなみたいな、ね、ちょっとこう思って,てるところもあるんだよね。 この辺ととかいい議論でできるとい間違いないですね,そうっすね結構本当にもうこの X がかなりぶっ込んでるところなのでいろいろなところもあのまあ特にメタ社ですね結構スレッズとかも出したりとかしてでそれこそ臨床マークも X のように売り始めたりとかしていたりして。 まあ、いろいろな分岐点ですよね。アルゴリズムとかもだいぶ変わっても、昔みたいな YouTuber、t i k t o k かみたいなところで生きていくみたいなところも非常に難しくなってきているので、うん、なんかちょっとそういったところをちょっとフリートーク、うん、雑談ベースで、雑談ベースというかディスカッションしていければなと思います。やっぱりこういう話をしようと思うのも、やっぱ直近とかだと、やっぱ分かりやすい例とかが、うん あのユーさんっていう方がおりましてシリアルのアントレプレナーの方起業家の方なんですけれども昔からクリエッティ時代からいろいろコミュニケーションさせてもらってるですけどその後ママリっていうサービス作ったりとか VTuber のサービス作ったり2回ともエグジットされてるようなすごい方で,で彼が出雲っていうですね、あのー、そういった NFT のプロジェクトをやってましてもう本当に1年以上ずっとグローバルで仕込んでいたプロジェクトなんですけれどもそこの Twitter アカウントがですねいろ、うん なんか拡キャンペーンとか言ってめちゃくちゃグロースしてたんですけれども、もう突如、うん、X 社にあのバンされたというか、凍結されちゃって、うん、めちゃくちゃ、な,なんていうんでしょうあの、やばいみたいなつ、どうしようみたいな感じのノリ,ノリというかっていうの話発信されて、結論あの、復活したんですけれども、うん、なんかビジネス用の黄色色の認証マークで、なんかスクショも上げてましたけども、13万円ぐらいなのかな、日本円で。やっそうですよね まあ、なんか課金するなどして、まあ、なんとか取り戻したみたいなような感じだったりもするんですけど、やっぱりもうそういうのってもあり、も基本的にありえるじゃないですか、X 社とかもなんでしたか、アットマーク X のアカウントだったりとか、アットマークミュージックのアカウントをその保有者からもう強制的に取り上げたりとかしてやっている中で、いやそこらへんの、何ていうあの、動きというか、見ていて、本当にそこにコミットしていくのって怖くないかみたいなところ。 ありますよね、まあ、そういったところの反動で、この、まあ、なんかデータの所有というか、うん、所有権みたいなところの概念のブロックチェーン、Web3 みたいなトレンドも来てたりもするので、まあ、これはもう本当に、うん、なぜ今、Web3 なのかみたいな、このポッドキャストの1番目のエピソードでも、まあ、そういった今のソーシャルメディア、ちょっとこういう、うん、あのリスクがあるよねみたいな話はずっと何度も言ってるところであるんですけども、うんうん、どんどんどんそれが顕在化してるなみたいなところはありますよね。うん、どうですかね、なんか中塚さん的に最近の、うん、見ていて、どう思います いやー X 収益化イエーイって感じですけどもう1500、ね、インプレッションは無理ですよね。<laughs> そうっすよねねあれね<で>僕計算したらだから直近が何だっけ7月、うん、6月5月とかなのかな、うん、ギリギリ足りなくて、うん、それが3月5月6月。 かなんか1か月ちょっとずらせば、なんか超えてたん、超えてるんですよね、直近3か月、万円しああマジですか、うん。ちょっと惜しかったな,みたいな、ね、直近ではなくて、そう4か月ぐらいあよ、なんかやると、伸ばすと、超えたんでね、うん、あれでも結構入ってますよ、なんか思ったほど、あ結構みんなもらってんな、みたいな感じではあったんですけど。うん、そうですよね、10万、20万ぐらいはなんか入ってる印象でしたね。ああでもそれで言うと、あれか、件数さんで、どんぐらいだったっけ。 13万円とか、そのぐらいだったんで、でも件、件数3レベルでそれがあったら、ぶっちが生きていける額ではないわけじゃないですか、うんうん、でもそう考えると、うん、そうですね、そういうところで、でも簡単にね、でもこう、簡単にというか、た、ま、と、あ、え1500インプレッションいけるアカウントを作ったとして、うん、もう X 社がもうやめるって言えば、もうですね、それが終わるわけですから。 そこら辺の怖さはなんかやっぱ,やっぱ今の SNS ではあるなっていうのはありますね。まあまあそこに頼る生き方みたいなところはマジでやめた方がいいでしょうね。まあ、YouTubeYouTuber もしっかりそうだと思いますしやっぱりなんていうんでしょう,うん、うん、僕自身がなんていうんでしょうあの昔やっぱりインスタグラムのマーケティングというかインスタグラムをこのグロースのチャンネルとしてやっているような動画アプリをやっぱり昔作っていてでインスタをユーザー獲得チャンネルコンテンツ収集チャンネル マーケティングチャンネルとして、もうガチで結構貼っていて、で30万フォロワーぐらいまで増やして、ゴリゴリハックしながらやってたんですけれども、やっぱりもうあるタイミングからもガラッと、なんかアルゴリズムだったりとか、仕組みだったりとかがもう変わって、もう全く伸びなくなって、みたいなようなところが2020年とかかな、2021年とかぐらいですかね、とかにすごいあったりとかもしてるので、やっぱりもうだいぶそこだけに貼って、なんだろう、あの、ビジネスをやっていく。 みたいなところはマジでやめた方がいいのかなと思います。まあ、つまりそれ、他にも言えることで、つまりもう LINE 上で何かやるとか、もう完全に YouTube の上だけで何かやるとか、一つのところに、なんかやっぱり卵をね、あの、一つのカゴに入れるなって話もありますけど、やっぱりいかにそれ分散化して、うん、まあ、ちゃんと自分たちのプラットフォームでやっていくかみたいなところは、めちゃくちゃ重要ですよね。うん、うんうん。そこ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 そんうこそ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  スレッズについては全然見てないんですけど、あの、うん、インスタやってる子の、インスタやってる、中心にインスタやってる子がつぶやいてますよね。ツイッター界隈は全く使ってないですよね。確かに確かに確かに。ぶっちゃけもう僕も全く見てないですねた。確かにインスタのストーリーであのスレッズのあれを上げているのはたまに見ますね。確かに。インスタの人が使ってるってのは、うん、確かにありますね。 なんか芸能人とかタレントも結構こうプライベートなことをしてツイッターはなんかな宣伝場所というか,なかそういう感じになんかこう使ってる感じはなんか、まあ、見た感じはそうですか。なるほどです、ね、す確かにな。スレッズも,なんかもういきなりもアクティブユーザーがもう8割ぐらい減ったみたいな <laughs> 記事もありましたけれども。うんうん クラブハウスと似てますね。<laughs> ですね。確かにですね。もうクラブハウスよりも瞬間、瞬間すぎますよね。でも、それで言うと。うんうん、確かになー。そううメタ社、X 社。で、まあ、ぶっちゃけ、何使ってます中塚さんも SNS。メインのインスタグここ個人で使うのは、もうツイッターとインスタグラムで, <laughs>、うんで、広告関連流すのは、ですね。あの フェイスブック、インスタ、ツイッターと、あと YouTube ですかね。なるほど。TikTok か。TikTok も今からやろうっていう感じですかね。あ、それは個人で使ってるんじゃなくて、案件として運用してるってことですか案件と、案件としてですね。それは YouTube とか TikTok とか。そうです、そうです、そうです。それはだから、それこそあの、アーモリのねあの、お仕事もしてるって何度か言ってましたけど、うんうん、アーモリのそのブランドをより広めるために、 TikTok とか YouTube でもなんか動画を定期的に発信する、動画をンン制作してるみたいなな感じなんですねそうですね。で、まあ、TikTok はまだやってはいないんですけど、うん、TikTok で早くやりたいのが、一般の UGC に対して、ここかけれるっていうのが機能があるらしく、うん、まあそれを早くちょっとやってみたいなっていうのはありますかね。確かに確かに、スパークアードってやつですね。 それちょうどやりまして僕もなんかいろいろやりながらちょっと広告運用の代行みたいなところもちょろっとやっていてうん、うん、ちょうどこの前某あのお菓子のメーカーさんのスパーカードやりましたけどうん、うん、めっちゃ数字良かったですねやっぱりそのオフィシャルが出すよりうん、うん、そういうインフルエンサーとかになんかやってもらったものを企業がブーストかけていくみたいな、まあ、UGC をブーストかけるのはすごい成果が良かったですね数字としては。ううんうん,うん、うん 確かにちょっと早くそれをやりたいなと思うのと、うん、やっぱり UGC は強いなっていう,、うん、こう話は思ってはいるんですけどただ UGC の作り方が結構こう、うん、過去と比べて変わってきているんじゃないかなとは,とは思ってますか、ねなるほど UGC ユーザージェネレーテ,ッド,ジェネレーテッドコンテンツでね、うん、オフィシャルの僕もやっぱり昔からその一眼レフとかでゴリゴリに綺麗に撮った写真をあげるよりも、まあ、そううスマホで撮ったカジュアルな写真の方がエンゲージメントが高かったりするわけで、やっぱりよりその生活者視点というか、ユーザー視点のコンテンツの方が受けるっていったのは、まあまあ、当たり前になってますけれども、それが変わってきてるってどういうことですか、うん、なんか昔はなんかキャンペーンというか、こういうハッシュタグつけて投稿してくれたら、何かこう、うん。うんうん 当たりますよみたいなのが、結構こう、ハッシュタグ増やすのだったり、うん、口コミ増やすのが、こう、うん、なんかうまくいってたなと思うんですけど、うん、まあみんなそういうね、仕組みが分かればみんなやっちゃって、結局、そこがもう増えない、うん、飽きられるみたいなことが起きてるのかなと思ってるので、うん、やっぱりこう、その本質的にはやっぱりその商品だったり、サービスのいい体験を与えて、うん、こう、口コミを増やすみたいな、うん、まあそこのなんか、 なんすかね、エネルギーを一気にこうなんか一時的に作,る、うん、作り出すみたいなのがなんか必要になってくるんじゃないかなとはなんかこうそうっす,、ねまあ、すよねなんかやっぱり今の話で既存の本当にちゃんとしたヘビーユーザーというかもともとのファンの方々のその熱量をまあいかに、あのー、そうやって広げていくかエクスパンドしていくかみたいなような形ですよね、うん、ファンじゃない人からそういう UGC を広げようとしてもやっぱりなかなかもう見抜かれるというか。うん 浅いコンテンツになっちゃったりとかして、結局なんかステーマっぽくなってみたいなのはやっぱりありえますからね。うんうん。ですよねー、まあ。この Web3FM でもそうですよね。もうあの機微、うん、はあんまり出ないですけど、イベントとかやれば、うん、まあ過去に1回やりましたけど、その時はやっぱり発信し,、うん、し,してくれる人は多いです。そうですよね、そうですよね。やっぱりちゃんと聞いてくれて、30名ぐらいの方、は聞い、来てくれたと思うんですけど。うん やっぱりフィジカルでも集まってくれるんだなって言ったところは嬉しかったっすよね。最近の sns なだからやっぱ やっぱりまあ、どうなんだろうな。やっぱりあの、リールというか、短尺動画が出てきて、まあ、TikTok の台頭によって結構流れはまあ変わったのかなというところで、まあ、そこで YouTube ショー r あの、Instagram のリールみたいなところで、僕もやっぱ今までずっと伸ばしていたのは、やっぱり、あの、滞在時間を増やすみたいなところをどの SNS も KPI としてあるので、滞在時間を増やしてくれるコンテンツはもっともっとリーチアウトしていくみたいな仕組み、まあ、なので、やっぱり有益なコンテンツだったりとか、 ガルーセルとかでやっぱり長く読み込んでもらえるようなコンテンツだったりとか保存してもらえるようなコンテンツみたいなところ伸びてたんですけどやっぱりリールとかが出てきてやっぱ動画コンテンツを作り込まないとやっぱり動画の方を優先してやっぱ動画の方が滞在時間どうしても長くなりますし広告としてもリッチなものが流せるっていたところでやっぱ動画によってきて結構流れは変わったなっていうのはある一方でかつそういったリールというか短尺動画だとクリエイターはやっぱりマネタイズがしづらいみたいなようなところもやっぱりあるみたいで。 普通のもね、ね YouTube の横長の普通の、今まで従来のものより、やっぱり広告単価めちゃくちゃ下がってる。再生数は上がるけど、やっぱり浅い軽いコンテンツなわけで、広告効果としてあんまりエンゲージメントも取れないみたいで、下がってるみたいなようなところで、やっぱりそこの流れはありますよね。うんあと他にも何ですかね、今出てきているところだと、やっぱ BDR とか あの伸びてましたけど、もう最近、ぶっちゃけ伸びが止まってるみたいな話とかもよく聞きますね。BDR かりまあっ、BDR は初めて聞きました。あれですよあの、自分の自撮りを1日に1回、うん、1> あのシェアするアプリですね、1日に1回、BDR から、うん、あの自分の写真をシェアする時間ですよって通知が来るんですよ、で2分以内にそれをシェアしないとあの、今日の投稿ができなかったみたいな感じになるんですよね。 だからもう本当に今この瞬間の加工しないこの状況を友達にシェアしようみたいな。で、内カメラと外カメラの両方で撮るので、もうこれ今何やってるかっていうのがリアルに分かって、で、無加工で上げる。で、自分のをあげないと他の人のも見れないみたいなような感じのアプリ、えー、でもこれはツイッタミンとは真逆な。 そうですね。とかインスタとかの、ね、そうそう、そういう加工系のやつ、もう作り込むようなやつとは真逆のやつですね。やっぱ若者に受けてたみたいですけど、うん、ちょっと最近、グロースが止まってるみたいな、次の、なんだろう、SNS の本命みたいなのを言われてましたけれども、ちょっと止まってるみたいですね。うなる、うん、ほど。もあるな、ソーシャルメディアのところは。まあ、クリプト系だったら、まあ、もちろん、X、Telegram、Discord みたいなのはありますけど、うん、そうですよね。どういうふうな。 チャネルを駆使して、うん、やっぱりなんだろう、ディストリビューションしていくというか、新しい顧客を作っていくのかみたいなところはありますよね。やっぱ今は結構どっちかっていうと、このディスコードとかもやっぱ使ってましたけど、僕自身もディスコード見てますけど、ぶっちゃけでもディスコードとかもちょっと、うん、なんだろうな、あんまりエンゲージメント取れないような、うん、プラットフォームというかチャンネルだなと思っていて、今どっちかっていうと、やっぱりよりクローズドなテレグラムでのグループでのやり取りをめちゃくちゃ活発にやってますね。うん。もういろんなププロジェクトのグループ を作ってそれこそ、なんだろう、今だったらアスターネットワークさんとかもよくやり取りしてますけど、アキンドとアスターだったり、この前もスイチェーンの博士を出ましたけど、スイチームとあのアキンドだったりとか、もういろんなパートナーのプロジェクトとグループを作って、そこの中でのやっぱり密なコミュニケーションだったりとか、あとはやっぱり各いろんなブロックチェーンごとに、例えばスイのジャパンコミュニティだったり、ソラナのコミュニティだったりっていうのはあって、やっぱりああいう、何だろう、クローズドな、分かってる人だけが入ってるみたいなようなところでの、 あの熱量みたいなところやっぱり非常にあるなっていったところでやっぱりなんかもうそういったところから外からは見えない本当にダークウェブっていうほどではないですけれどもまあこういったところからなんだろうな次のトレンドだったりとかなんだろうオプチュニティみたいなところは結構生まれてくるのかなっていったところはいろいろ触っていて感じるところですねここ最近は、うん、Web3 の情報 Web3 っていう分野での Web3 の情報っていう だけで言うと、そのツイッターだったり、うんあの、X だったり、ディスコだったり、うん、テレグラムだったり、なんかこう、使い分けみたいなのをやってるってことですか,なんか情報収集だったら、ツイッテクス、はい、で、コミュニケーションだったらテレグラムでみたいな、あまさに,まさになうことをやってる感じですか まさにですね、まさにですね。もう、例えば、ディスコードだったら、もう単なるプレスリリースを貯めておく場所だったりとか、うん、なんだろ、あの、問い合わせを受け付ける場所、みたいな、オープンな場所で問い合わせを受け付ける場所だったり、そのアナウンスをコミュニティのメンバーに向けてする場所、みたいな感じですよね。で、より中の人たちに直接、なんだろ、具体的な質問だったりとか、密なやりとりだったりとかを、より、ディスコードよりも密なやりとりは、やっぱりテレグラムの方に移ってるのかな、 ディスコードでコミュニケーションする人はほとんどいないですからね、ただも GM って言って <laughs> 終わるみたいなような感じですし、うんうん、プレスリリースがただアナウンスの場所に淡々と溜まっていく、新機能のお知らせとか、こんなキャンピングやってるよとか、そうい、うん、の溜まっていくだけの場所に正直なってるなってのはあります。で、i t t e r はもう完全にもうマーケティングの場所ですよね。新しい、なんだろう、結構獲得していくような場所だったりとかになってんのかな、うん。あとはでも、うん、僕は Twitter やっぱり一番使ってますけど、まあ、DM での、 コミュニケーション、やり取りだったりとか、D、DM はめちゃくちゃ使ってますね、ツイッターで。それこそ、この前の HR3 ハッカソンもあのやりましたけれども、ハオードって結構盛り上がったんですけれども、あの、もう学生の方に来てほしくて、もういろんなもう学生にも DM 僕もしまくって、もうやっぱりぜひ来てほしいなと思って、いろんな学生コミュニティとかに直接あの連絡をするみたいなところは、やっぱりツイッターはぐらいでしかできなかった。 できないですよねだからもう正直 Twitter のアカウントが何だろう使えなくなったらもうこの今のプロジェクトがワークしないだろうなっていったところは結構正直あったりするのであんまり頼るの良くないよみたいなちょっとなんかどうやって言ってましたけど実際僕が一番頼ってあ Kindle の,のプロジェクト回してたりするので結構そうっすよねだからもう早くなんでしょう自分たちのプロダクト自体にもう少しあのあてなんだろうリテンション だったりとか定着してきにさな機能とかどんどん作っていかないとちょっとやばいなっていうのは感じますよね。うん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 、なるほど。うん、今はじゃあ,、まあ個人のマーケティングとしてこう X を使っているっていうのが、うん、まあ現状であるけども将来的には使わない方向に行きたい。うん、もうまあ,あ SNS 依存をしないようにするっていう感じが。うんうん まあ進むべき道っていう感じなんですか、ね、いやいやでもそこまで極端にはやらな考えなくてはいいかなとそうです。ぶっちゃけもう今回結構雑談な感じで別に結論も何もなく、うん、もう雑多に思いついたことを話してはいるんですけどいや別にそこまでではなくあまりうんなんでしょうね顧客チャンネルはちゃ,ちゃんと分散していきましょうっていう感じかな。個人的なちょっととやり方としては ツイッターで例えばイベントとかの告知だったりとか過疎の案内させてもらうじゃないですかでそれでエントリーしてもらったりとかあとルマっていうねイベントサービスでそこで参加登録とかしてもらうんですけれどもやっぱり今だったらそのルマに参加登録してくれた方々に対して過去のイベントの参加者に対してもう一回なんかインバイトできるんですよねアナウンスができるんですよねその人たちのメールに対してやっぱりそこからの参加登録のコンバージョンみたいなのは結構多かったりするのでまあ例えばツイッターを使って他の チャネルにそのメールとかでプールしておくみたいなところやっぱり個人的に一番強いこのつながれるチャンネルはメールだとは個人的にはやっぱり思ってますねもうメールってプロトコルなので、あのー、なんだろうメールがバンされたとかメールが使えなくなったとかそんなのはないじゃないですかもちろん,んだろうブロックされない限りは迷惑メールとかできない限りは基本的にはいかにメアドのリストをあの頂戴するかというか集めていくかみたいなところが ぶっちゃけまあなんかマーケティングとかいろいろ昔からやってますけれども,もう正直メールアドレスが一番の、うん、なんだろうあの重要なつながりの連絡手段なのかなってのは思いますかね、うん、うんうん、うんうですよねなるほど、はい、まあまあなのでルマとかだったらルマのイベントにしはるんだったらルマの方から送ってもらってうん、うん、そのまま同じプラットフォーム上でうん、うん アプライしてもらえたりうん、うん、参加登録レジスターしてもらえたりするので結構転換率は高いなってのあったりしますね。うん、うん、うん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 。<laughs> すみ、ね、どどちょっとはい、はい、話次のトピックでなんか企業がどうマーケティングとして SNS を使っていくかみたいな話も今の流れでしていきたいですけどうん、うん、そうっすねどうなんですかね。やっぱり一昔前僕もそれこそねベースとかのいろいろ関わっていて D2C ブランドとかもいろいろ見てましたけれども,もう正直 D2C ブランドはだいぶきついだろうなっていうのはめちゃくちゃ感じていて、まあ、別に D2C ブランドに限らずの話ではあります、まあ仮にねやっぱり SNS をハックしてあの売り上げをめちゃくちゃ上げていたところはやっぱり結構 D2C 系の通販ブランドだったりするのでもう広告の精度とかはだいぶ悪くなってきていてですねまあでもいろいろまた Facebook とかが AI とか使って改善をしているって話もありますけれどもやっぱりこの。うん なんだろうあの iOS のアップデートでプライバシーの情報が取れなくなってるのでターゲティングの精度が下がってるみたいなところで広告の悪くなったりでさっきも言ったようにあのいろんな SNS も動画の方にシフトしてきてなかなかやっぱりコンテンツを作る労力だったりとかが上がってきていたりであと再現性がなくてやっぱり何がバズるのかやっぱり。 なかなかもう小さいチームではやりづらいみたいなところで伸びたと思ってもすぐになんだろう伸びなくなったりとかだいぶ大変だと思いますけどね企業のマーケティングどうです今だったらメインはあれですかさっきの青森のブランドのマーケティングが基本はメインですか、ね、そうですねデジタルマーケティングもこうやって、まあ、EC で買ってもらうみたいなところはこうやってはいるですけどまあなんか新規獲得と、まあ、リピーターは でどう,こう変えていくかみたいなところとか、あとはもう、ちょっとデジタルだけじゃなくて、ちょっとこう地,地上波というか、まあ、ラジオとかとどう連携しながらこう打っていくかみたいな、チャンネル的な要素でちょっと出ってたりするので、うんうん、SNS だけ、ウェブだけはちょっと厳しいなとはちょっと思ってます。ね,、ま、さにっすねもういろんな、うん あのところとの連携していって最適化していかないといけないですよね、うん、一つの,あのツールというかプラットフォームだけでやりきるみたいなところは、まあ、うんうん、まあ商材にももちろんよりますけれども、クリプト系だったら、もう完全にもうツイッターとかがもうメインにちょっと正直なっちゃってる部分もあるんですけど、うん、やっぱこういったもうフィジカルな商材とかだと、やっぱりそうですよね、うん、そうですねあとは B2B とかもっとな困ってそうですよね。 もっと困ってる。困ってそうって今言いました。困ってそうじゃないですか。B2B、うん、だと SNS やろうぜってこう動いていても結局やることなくて発信することなくて困っちゃってみたいな。B2B <laughs> はそうっすよね。まあまあまあ、SNS というよりかはもう普通にカスタマーサクセスというか営業の仕組みだったりとか。 それこそまあマスク王国からの、なんだろう、ンチからの、とか、まあ共同セミナーだったりとか、展示会だったりとか、テレアポだったりとか、ちょっとそこらへんはあんまり、なんか SNS へのリソースはそんなさ咲かないでしょうね。企業なぁ。うんうん、そうっすよね、YouTube とかもな今、なんかし支援してたりするんですか、企業ついて。 うんとですね。そうですね。ちょっと、あ,あの、もう、なんだろう、ラーメン代を稼ぐための、もう本当にサブ案件として、まあ、某セレクトショップの、有名セレクトショップのインスタントの運用代行とかはさせてもらってはいるんですけれども、もう本当にもう淡々と、ただやってるだけで、あれですね。そんなそこへの、うん、そこからのインサイドとかはそんなないですけどね。やっぱりもう、伸び、伸びづらいっすよ。もうめちゃくちゃ、めちゃくちゃ伸びづらい。うん。うん,うん、うん。そうだな。とか、まあ、あきをの。 き企業側がやっぱりこうどう発信するかじゃなくてやっぱそこの詳細をどう発信してもらうかみたいなところがなんか大事な気がしてますかね。あそれはだから顧客に顧客がってことですよね。あそうですそうですそうです。そうですよね。まあ、間違いないですね。でも本当に僕ももうよく言いますけれどやっぱ昔からこの別にクリプトに入る前からいろんなあの話はしていてやっぱりもう フォロワーを増やすっていう概念は捨ててコミュニティを作るみたいな、あのー、発想でやりましょうよみたいなでやっぱりその商用品を持ってる人が口コミしたくなるような、あのー、インセンティブだったりとか仕組みみたいなのを構築していってやっぱり UGC が増えていく仕組みで、うん、UGC が増えていってだその人たちをやっぱりリアルイベントに呼んだりとかなんか、あのー、ちょっとしたクローズドな例えばオンラインなんかイベントでやったりだったりとかやっぱりいかに巻き込んでいくかでやっぱりその火種をどんどんどん,どん,どん拡張していくか。 みたいな話はよくさせてもらってたんですけれども、うん、でも本当にまあそこの流れは変わらないんだろうなみたいなのはありますよね。うんうん、企業な、まあなんか、うん、こう、まあ、企業がやる上で、なんかこう、まあ、今なんかデジタルの方が当たり前にな,んかなってきてて、オフラインの方が価値が上がるみたいな価値観なんですけど、うん、僕の中で。なんかそこに対して、やっぱなんかオフラインに対していになんかに時間かけていく。 がいいんじゃないかっていうのがなんかこうこの SNS のテーマで話すべきなのかっては思ってはいるんですけど、面白い,じゃないですか面白い,ないですかうん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 だからもうデジタルの当たり前だからこそオフラインに力を入れるみたいななるほどなるいやいや,いやめちゃくちゃありだと思いますよそれこそまあコロナもねもう終わってもう出れるようになってますし。 あそこはめちゃくちゃゃゃくあるじゃないでですかね、うん、うん、なんて言ううしょう、あのー、やっぱり僕もいろんなイベントめちゃくちゃやっているわけで、うん、やっぱりオフラインでのそのつながりだったりその五感を感じてそこの何だろブランドに触れられるような時間っていったものはだいぶ何か思ってる以上に多分あの価値があるでも難しいのがやっぱ ROI だったりとかでなかなかあの数字として転換できないのでやっぱり大きい企業だったりとか合理的に意思決定はできないのでちょっと難しい部分あると思うんですけれども。うん でも、めちゃくちゃそのブランドを、アセットを積み上げていく上では、オフラインはめっちゃ価値あると思いますよね。特にまあもう、この、もう本当に、僕も <laughs>、僕とかもそうですけど、Web3 系のオフラインメイベントとかもめちゃくちゃ今あったりもしていて、やっぱりそこでのつながりだったり、出会いとかで、いろんなあのビジネス機会ってのは生まれてたりはしてるのは間違いなかったりするので、まあ、そこは別にクリプトに限らず、いろんなブランドでそういったのは、いいオフラインの価値ってのは言えるでしょうね。やっぱりなんかもう逆、逆張りをするというか、 そこは絶対ありえますよね。なんだろう、一見非合理だけれども、実は合理的みたいなようなものが、やっぱり戦略としても重要なのかなとも思うので、うんうん、それこそ、その青森のやつも、なんかフェスやったりとか、そういう、なんだろう、あのー、オフラインで飲めるような、販売会みたいなのもよくや,やったりもりますもんね。うん、そうですね、もうだから、なので、そこにあえて時間かけていってみたいな形で、まあ、SNS に関しては、もう、 あの、それこそ、新潮さんがやってるような DM だったり、コメント開始したりとか、まあ、その、ワン、うん、オンワンのコミュニケーションみたいなところを、ちょっと意識して、関係つながっていくみたいなところをやって、で、オフラインで会えたときに、あー、あんと昨日みたいな、で、<laughs> 一気に距離感縮めるみたいな。 ちのコミュニケーションをやってるって感じですか、ね、確かに確かに確かに確 1on1 でのやり取り、DM のやり取りは結構いいですよね、なんかグループの中でのやり取りって、もうみんな返さないんですよ、うん、誰かが返すだろうだったり、うん、自分に対してメンションされてないかったりかりは、やっぱ 1on1 だと、うんあのー、必ず、まあ、必ずというか、基本返してくれるので、やっぱり 1on1 ンンンでちょっと手間ですけどね、うん、100人の人たちにこのお知らせしたいから、100人のグループにそれを、こんなことやりますよっていうのがぶっちゃけ楽ですけど、それを100回やっていく。うん うん、っていうのだったら多分全然あれ来る割合違うと思いますね。うんうん、絶対後者の方がうん、うん、あのー、その実際に来てもらえる率分高くなるでしょうやっぱりオフラインの価値感じるところで言うとやっぱ僕もいろんな海外のプロジェクトを からそういう、なんだろ、デベロッパーコミュニティを作ってほしいというか、やりたいみたいなのありますけど、ちょうど今も久しぶりにノート書いていて、そこでもちょっと詳しく書こうと思ってはいるんですけれども、やっぱり、あの、アキンドってリモートハッカソンのツール、バーチャルハッカソンのツールではあるんですけど、でもやっぱりもうみんな必ずやっぱオフラインイベントをやりたがるんですよね。そういったコミュニティを作りたい、日本に進出したい、っていったところでリモートハッカソン、バーチャルハッカソンのツール使ってよっていうだけじゃ、やっぱり使ってくれなくて、それとセットで、 なんかそういうミートアップやってほしいだったりとか、そういうアイデアソン、ハカソンは、ね、まるっとやれないか、やっぱそこはマスト、そことセットでじゃないと、なんかこういった取り組みをやっても意味ないみたいなところでやっぱり感じてる方々、すごい多いので、やっぱりもう、あの、本能的にというか、あの必然的にそのオフラインでのつながりが得られる、その、うん、なリターンみたいなのはすごい感じてるんだろうなっていうのは、もう僕もやっててもそう思いますし、感じますよね。それでやっぱり。 そうだそのカンファレンスでいうと、今 WebX もちょうど終わって IVS だったりイースグローバルの怒涛のイベントがもうめちゃくちゃありましたけどやっぱりもうそこでのなんか得られる偶然のなんだ出会いから生まれるその新しいなんでしょう、ね、その可能性みたいなところはめちゃくちゃあったので、まあ、そういったところも含めて、うんうん、フィジカルは結構大事なのかなってなっ,、ねうん、った時にやっぱこに課題感があるのが。 まあ言えばイベント主催者側がめっちゃ大変みたいな。そうですね。そこをなんかこうクリアになんかしていかないといけない気はしますよね。これがなんか Web3 の領域でできるのか、うん、SNS の領域でできるのかっていうところはなんか気になるところではありますけど、うん、主催者は疲弊するなみたいな。 ここまあまあまあビジネスモデルにもよるんじゃないですかそれこそそういう WebX とか IBS とかはスポンサーもいてで参加者からもお金取ってやっていたりはするので、まあ、大きいお金に動いて、まあ、ある程度利益は出せる、まあ、普通の事業としてイベントをやるっていったところはまあまあそれで利益が出ればいいわけでただ単にやっぱそこからの直接のリターンじゃなくてコミュニティ作りたいからっていったところで、あのー、やる。 そこからの直接のリターンはないわけで長期的なリターンがあるわけでやっぱりそこをどうなんかペイするレベルで直近の何んでしょうねお金はあるかどうかみたいなところはあるんじゃないですかまあ一つの投資でしょうねそういうなんかビジネスカンファレンスはまあビジネスとしてまあ置いておきつつそういったブランドを作っていくマーケティングのためにやっていくみたいなところは投資としてはあるでしょうねうんいやでもむずいっすよね昔も なんだろうベースにいた時に結構大きいイベントや,やりましたけどあれはちょっとやらなくてよかったなみたいなやっぱりいろいろあったりもしますし <laughs> 普通にあれって意味あったんですかって普通,に普通に怒られたことも何回かありますし <laughs> 金, <laughs> 金,金使ってやって <laughs> そうそうそういやまあまあでもそれもでもやらないかったらやらなかったらなんか違う未来があるから難しいところですよ。 そうです,、ね、すね、そこはね、なんとも言えないですけど、うんまあ、企業のちょっともう話が、うん、SNS からあれですけど、どうですじゃあ逆に、ウェブサービス、コンシューマー向け、それこそハレルの、あのー、マーケティングやるとしたら、一番どの SNS に注力します、そのコーチングサービスのハレルを、かなりゼロベースでこれから、まあ、今、ね、いろいろしばらくやってると思いますけど、例えばこのタイミングでロンチしました。 ってなったら、うん、そうですね、あの、すごいこう、熱量と、あの、行動量が、こう、あるっていう前提だと思うんですけど、はいはいはい、その前提で。うん、あの、もうツイッターとノートですよね、もう、絡めてやるっていうのが、一番いい気はしていますかね。なるほどなるほど。ツイッターが発信先で、コンテンツとしてノートっていうところで、コーチングの価値みたいなところが蓄積していくっていう。 なるほど。感じでやる感じじゃないですかね。うん。逆に YouTube とか TikTok は使わないですかで YouTube とか TikTok は、まあこ、ちょっと人が商材だときの、のうん、なんかこう、人、出てる人にか価値がこうつく形になるかなと思うんですけど、プラットフォームにつくっていうのは結構難しいんじゃないかなと思ってて、自分がこうインフルエンサーになるしかない状況は、ちょっとこう、 選択肢としていや,なかいやイメージとしてはそのコーチングのひコーチの方々のインタビューだったりとかその人たちの考え方みたいなところを切り取ってまあそんなね30分1時間とかのものではなくて、まあ、あの5分10分程度の まあちょっとした、なんだろう、あのー、気持ちがなんだ、すっきりするようなコンテンツというか、ちょっと悩み解決につながるような、ちょっとプチ、プチアドバイスみたいな動画とかはなんか撮れそうな気もしますけどね、それこそこの人の話いいから、この人のフィーリングいいから、この人にお願いしたいな、みたいなのは、動画の方が伝わるんじゃないですかね、どうでしょう。えっと、それで言うと、うん、今がやっぱり、そういう人やってるのが、やっぱっちらほらいるんですけど、 薄なるほど、なるほど。そのやっぱショート動画とか情報量的なものも含めて、うん、そ本当は持っているかもしれないんですけど、見た感じ、ちょっと薄さの方が、なんか承認欲求のが強そうなイメージが、見え隠れするのかなっていうのは、ちょっとありますかね。ねかうもう少しじゃあ、軽調のサービスだからこそではあるかもしれないです、うん、そこは。詳細によっては全然変わると思うんですけど。うん なる,ほどですね、なるほどね、そっか、そういうコーチの人、カウンセラーの人が表に出るわけ、うん、表になんか立つようなサービスではないわけで、やっぱり改め、あ,のうん、あくまでもそういう聞いてあげるというか、受け止める側だから、前に出るっていう感じではないっていう感じなんですね。うん、そうですね、なんかそこはまあちょっと感じますかね。うん、逆,逆に、ああきんの、まあ、今までいろんなプロダクト、サービスで作ってたしん、うん、新庄さんですけど、 うんうん、どうですかねこうあもしくはまあなんか別のサービスとかでもいいんですけどいやそうっすよねいやぶっちゃけもう本当にこの,、まあ、あのいろんなね例えば開発ビズデブとかがあったらこれマーケティングのジャンルに入るようなアクションだと思うんですけどぶっちゃけこのマーケティングに関して全く何もできてないもう本当にちょっと人が足りなすぎてもうノータッチなので本当にそこマーケをゴリッと回してくれるような人を。 マジ募集してるんですけど、そうっすよね。もうゼロベーなんだろう。今、仮にめちゃくちゃいい人材だったり、予算があって、何やるかって言ったところっすよね。うん。 それでいうと、やっぱりいろんなイベントを実際やってるので、このフィジカルで、やっぱりそういったところのレポートだったりとか、動画や写真っていったものをちゃんと、一応、写真は撮るようにしたりとか、動画も,もう僕のスマホとかでもるく撮ってるんですけど、やっぱそういったのをちゃんと撮って、これ、フィジカルってあの、真実じゃないですか、実際にやったっていう事実、その事実に、やっぱりいかにレバレッジを効かせるか、みたいなようなところが重要なのかなと思って、結構重要なのは、このレバレッジをいかに効かせるか。やった はい終わりではなくてやったっていう事実を100倍にもあのー、200倍にもいい感じの見せ方でグローバルに発信できるわけですよこういったオンラインの SNS とかはやっぱりそういったやった事実をもっと色,色をつけていってたらあれですけれどもレバッジュをかけてなんか良質なコンテンツとしてあのー、世に出していく。 って言ったところは絶対やるべきなのにぶっちゃけ全然できてないなっていうのはめちゃくちゃ反省ですよねこの前もハッカーハウスもめちゃくちゃ雰囲気良くて良かったのにもうただ写真をねこんなのやりましたってツイートしただけにとどまってるわけですよ、うん、やっぱりもっとねっ一個一個のそのインタビューとかあのイメージ動画アフタームービーだったりとかそれぞれの受賞者のコメントだったりとかをもっと載せて やっていく、発信をしていく。で、やっぱりもうぶっちゃけ SNS とか、この YouTube ノートもしっかり、いかに見つけてもらうかっていう観点だと思っていて、やっぱ情報たくさん出す。うん、まあもちろん質も大事ですよ。質と量も,もちろん大事ですけど、まあ、一歩量で言うと出、出していかないとあの認知されないというか、あの気,づ気づけないというか、 のわけなので、やっぱそこのね、もっと、とりあえず何かしらの発信をやっぱり継続的にちゃんとやっていく。もうそれこそ一日必ず 10, 10ツイートは何かしらやるみたいなところとかはまず前提としてやりたいっすよね。それこそグローバルのハッカソン、うん、こんなハッカソンがありますよね、みたいなのの紹介だったりとか、こういう、なんだろう、あの、ラーニング、あの、なんだろう、勉強のコンテンツがありますよだったりとか、で、いろんな、 プロジェクトと一緒にそういう勉強会のオンラインイベントも開催したり、MA やったりとか、めちゃくちゃできます。今もやってるのがやっぱり今やってるハッカソン、ちょうど明日、あの、明日勉強会もやるんですけれども、やっぱこれは今関連しているハッカソンにつながる勉強会しかまだできてないので、この前もね、あの、オアシスとか、スイムの,のもやりましたけれども、やっぱりそれをハッカソンやってなくても、もういろんなプロジェクトと連携して、オンラインコンテンツを一緒に作っていく、みたいなようなところは、 やっっぱりもととゴリッとできますよ、ね、動画コンテンツ、音声コンテンツ、テキストコンテンツ。で、その作ったコンテンツを小出しにしていって、ツイッターだったりとかショートで出していくみたいなようなところですよね。そこら辺は普通にやるべきやるべきですよね。みんな絶対乗ってきますし。で、やっぱり僕が重要だと思うのが、あのこういうマーケティングのなんか本質って、やっぱり有益な情報、価値ある情報。 受け取った人が自分にとってめちゃくちゃこれためになるな勉強になるなあの参考になるなって思ってもらえるような情報が重要だと思うんですよ。つまりなだろう僕たちのサービスってこんなあのいいんですよとかこんなメリットがあるんですよとかこんなものがあるんですよかっていうその自慢するコンテンツではなくてあのこういった勉強の仕方こういったツールの活用方法があるこういった技術が面白いとかなんかやっぱり。 あの知的好奇心を満たすだったりとかその人の人生のかなんだろうなあの価値を押し上げるようなコンテンツこそがやっぱり一番なんだろう価値あるマーケティングコンテンツがマーケティングになると思っておりますのでまあなんかそういったもので。だからやっぱり ね、あの昔からオンドメディアみたいなのもあって、僕も,もうめちゃくちゃいろんな記事書いて、ま、リサーチした記事書いてましたけれども、やっぱりそういったリサーチコンテンツみたいなところをあのブランドとして、やっぱりあの積極的に出していくパートナーと一緒にコンテンツを作っていく、コンテンツマーケティングってったところは結構重要なのかな、やるべきなのかなってのは思いますかね。なんか あの参加者の人たちが情報発信したりしてるんですか,それかツイッターでもそうですけど、なんかブログに書いたりとか、うんうん、そういうのがないんですかわ、ねまあ、かりやすいところで、やっぱり1位取りましたとか、〜何々プライズ取りましたって言ったところは、やっぱり皆さんツイッターとかでシェアしてくれますけれども、やっぱりこのオフラインイベントに参加して、まあ、僕も、ね、ハッシュタグとか決めて、この学びはあのツイートしましょうみたいな促してはいますけれども、やっぱりでも、 それだけじゃないですか。イベントやってるタイミングだったりとか、その盛り上がったタイミングだけになっちゃうので、まあそこはもちろん、あのこの山をいかに最大化するかっていうのはやるべきで、でやっぱり、まあ継続的に淡々と、あの、コンテンツがしっかりデリバリーされていくような仕組みの方が、まあ重要なのかなっていうのは思いますかね。まあだから、極端な話、そういった博多に参加した方、プロダクト出した方と、毎週、 なんかそのプロダクトのインタビューをしていくような動画とかっていうのは全然、それはね、一緒に巻き込んで競争コンテンツみたいな、ではできそうですし、うん。もう、やっぱり課題としても、母数がまだまだ少ないっていうのがあるので、やっぱりエディケーションしていく、ナーチャリングしていくっていう意味も込めて、やっぱり学習コンテンツの,あの量産体制みたいなところはポジション取っていく上でも重要なのかなって思いますね。確かにな2人3人ぐらい マーキーメンバーいたらそんなのもできそうだな、ちょっとやっていきたいですね、これは。うん、おおやっていきたい,、ね、い,いですね。いいですね。そう、ぶっちゃけもう、日本ではね、ハッカソンのツールとして、日本の Web3 クリプトの人たちには、もしかしたらちょっと知ってもらってるかもしれないですけど、欧米とかでは当たり前ですけども、うん、アジアでは認知ゼロなので、うん、やっぱりそこに海を越えて、ブランドの認知をさせていくっていったところは、やっぱりこういう本質的に価値あるコンテンツやっていくってのところですよ。で、 あのよくあるやっぱりプロダクト、あプロジェクトに関しては、エアドロとか、もう RT キャンペーンとかでフォロワーを増やしているっていったところが今の現実ではありますよね。ぶっちゃけ、もうそういうのやったら簡単に増やせるんですよ。いろいろあるんですよ、今。こういうあのギャラクシーみたいなサービスだったりとか、なんかこういう、なんだろう。 物でフォロワーを釣るみたいなような、あの、獲得できるようなツールだったりっていうのはたくさんあって、もうサクッと数万フォロワーとか作れちゃうんですよね。今って。で、ぶっちゃけでもみんなそれにあんま価値はないってわかってるけれども、ぶっちゃけ数字の見え方ってあるじゃないですか。うん、で、VC とかはこんな簡単に数万フォロワー取れるのにそれすらもやってないんだ。 っていうような判断をするみたいで皆さん。だから、うん、だからパソコンもなんか面白いですよね。うん、みんなやって簡単にスマホロは取れってこうやって、あの、なんだろう。 アンカリングできるというかちゃんとすごいプロジェクトの雰囲気出せる最低限の努力もしてないのかみたいな感じで <laughs> やっぱあのー、されるみたいですねまあまあぶっちゃけねエンゲージメント低かったらエンゲージメントの低いアカウントってなんか質の悪いアカウントと見なされて伸びづらくなったりもするのでじわじわとエンゲージ高い本質的なフォロワーを増やしていくっていったところがまあ重要ではあるのでね僕あんまりや,やる意味ないのかなと思ってはいる派なんですけどね。うん い<や>僕もそっ<や>ち派ですね。うん、まあ、錯覚資産、まあまあだだい、大事だと思いますけど、うん、まあちょっと、なんか、違和感はあります、ね、うん。もう,も,うもう、この業界を錯覚資産で成り立って、<laughs> モメンタムいかに作って、トークン爆上げしてみたいな感じのゲームでもあるので。うん、なるほど なんかちょっとさっきの話ちょっと戻りますけど、なんか僕が思うには、やっぱイベントとかハッカーソンやるんだったら、参加者側のなんか発信もっと増えてほしいなと思っていて、うんうん、運営側っていうよりかは、なんかこうエンジニアのこうコミュニティやってた時から、まあなんか感じてるんですけど、うん、まあエンジニアがこう今ね、こうすごい価値がある、こう職業っていうところではあると思うんですけど、やっぱそれを ね、その、そういう時代になってない時から、なんかエンジニア人たちはやっぱ情報発信はしてたりとか、うん、そうですね。自分の好きな言語をこう、発信してたり、イベント、まあ、コミュニティとか PH、PHP コミュニティとか、Ruby コミュニティとか、そういうちょっと自分好きな言語の人たちちゃんと普及させるために、うん、そういうイベントとか参加したら、うん、学びとかをなんか発信してたりしてたので、うん、なんかやっぱそういうちょっと Web3 の、まあ、クリプトのこうエンジニアの人たちも、なんかそういう自分の好きな言語、好きな、うん、 あの技術だからなんかもこそなんかもうちょっとなんか書いていけるとなんか普及していくのかなとはなんか思ったりもするので、うん、それなんかぜひなんかハッカソンとかなんかしたら書いてほしいです、うん。それは具体的にはノートとかそういうキーキー,ターはもう最近使ってないのかもそういうなんかゼンとかそういうなんか技術ブログ的な感じのアウトプットしてほしいってイメージですか？あ、そうそうです。ハテナブログとかもそうですし、あの何かしらどこでもいいと思うんですけど、ます、あ、そうウブスリーの そそののブログツールみたいいなのがあれば、ういうとにミラーってのがあったの確かに最近あんま聞かないけどそうですねまあまあツイッターでもさそうですけどね<の>うん、うん、全然、うん、なんか ITIT IT のイベントをやった時はなんか毎回なんか主催者側の人はなんかイベント終わりになんかブログ書く時書くことまで確かあのイベント そしててみんな書いてたなんかムーブメントがあったので確かになんかそういうのがなんかなんかできていけると良さそうだなとは思います,すね。確かにですね。ちょっとそこのまあまあどうインセンティブつけるか各モチベーションまあもちろん言うのは言うとして、うん、どうやるかみたいなところは重要ですね。おっしゃる通りですね。うん、いやそうなんですよね。これからだからもっとグローバル。ね、前もちょっとあのエピソードでも話したけれどもあしましたけれどもやっぱアジア っっていったところにやっぱりそこのアジアコミュニティにどう、だからぶっちゃけ何て言うんでしょうね、日本で書いて、今のお話、めちゃくちゃその通りだと思うんですけど、今ちょっと思ったのが、日本人が日本語でそういうアウトプットをしても、やっぱりなかなか海外には届かないな、グローバリにやっていくプロジェクトとして、あの、まあ、英語の人がね、英語で書いてくれればもっとレバレジは聞きますけれども、やっぱり英語で書くみたいなところまで持っていくといいかもしれないですね。まあ、なんかそういう確かに、 一緒に、あのせっかくオフラインのイベントだからこそ、エンゲージメント高いので、うん、もっとなんか、コンテンツのアウトプットだったりとか、そこの感想だったりとか、なんかいろいろできそうっすよね、確かにな。いや、もう、一番書いてくれる、参加者が書いてくれるのは、もう、主催者側が書く,書くと、参加者側も書くので、確かに。の主催者がいや、もうだから、ね、そのとおりです。 <laughs> もう僕ももうカロリーというかもう使い果たしちゃって燃え尽きちゃってもう確かに今までのハッカソンのレポートとかも一回も書いてないなそう東京ブスレアカソンの時書けばよかったなと思ってちょっと後悔していてそうなんですよまさにまさにうんまあちょっと今ねあの今までやったハッカソンまとめみたいなコンテンツもちょっとノートで久々に書いてたりもするのでそういったところも見てほしいんですけどなるほどありがとうございますちょっとまたちょっと時間もあれですけどなんか今ちょっと企業のマーケティングについてみたいな話しましたけど個人の 個人としてのなんか SNS の付き合い方みたいなようなところのトピックでちょっと締めていきたいなと思うんですがどうですかねどうです中塚さん的になんかなんだろう今までどんななんだろうモチベーションでツイッターだったりインスタとか上げていたのかっていうのとそれは今後あのー、どう変えていくかもう今の,今のままで全然淡々と緩くやっていくのかどうなのか新しいのを使うのかやめるのか何かどんな今とこれからっていうとどんなイメージですか これまではだったらこう企業のなんか宣伝するものがこうあって、まあ、それがいいものがやっぱりこう多かったのでそれを知ってほしいっていうところでツイッターとかインスタグラムとかを使ってたのがこう多かったなっていうのがあって、まあ、そこが、まあ、それは多分変わりなくこうそれをやり続けていきたいなとは思ってはいるんですけど何かしらこうやっぱりあのなんですか、ね、踊らされることは されたくらいだとは思っているのでなんかこう、それこそ今回の収益化とかで、うん、収益化目指して何か、あのー、人を騙すようなことだったりなんか変になんかこう絡んでほしいツイートをしたりとか。ね、ハックますからねねみんないいろろ考えますよ、ね、で、ちょっと踊らされるような SNS の使い方より、うん、本来のなんかこう SNS の一ユーザーとしての使い方として。 やりたいなと思っているので、なんかこう、うん、変にビジ,ビジネスビジネスっていう感じには、なんかしない、うん、本当にツイッター,だ,ーだったらつぶやく、ミスだったらストーリー上げる、うん、今のね、こう楽しい姿を上げるみたいな、なんかまあそういう使い方はしたいなと思いつつ、うん、まあ、かといってね、こう1、い SN SNS マーケーとかをこうやる人間としては、ビジネスとしてどうつながるかっていうのは、まあそういう情報キャッチは多分しながらだと思います。 ってもうでも本当になんか見てますけど結構本当になんかあのちゃんとツイッターっぽいツイートしてもあツイッターもエ <laughs> って普通になんか緩い感じのツイートして,も <laughs> してるからいいっすよね。うん そうですね。もう、あの、台風でちょっとベランダのドアが壊れたとか、<laughs> なんかまあそういう。ちゃんとね、と写真も載せて、そう、あれ見て大丈夫って言って、大丈夫ですかっていう、リレーもしてましたいや、ありがとうございます。いや、全然、うん、はい、なんかまあそういう使い個人としては使いたいなっていう感じなので、まあ自分がなんかこう、うん、ね、な生フォロワー獲得して何かをやりたいっていうわけではないかなとは思いますかね。うん、まあもちろんなんか支援する企業さんだったり、個人の方が、 そうなるために、その知識、経験っていうのは、みたいではあるっていう感じでは,はいはい、はい、そうですよね、まあまあ、新しいね、そういった仕様変更だったりとか、キャッチアップしながら、ちゃんとそこはギブしていださるってことですよね。うん、そうですね、もう正直、完全に使い分けていて、もう完全にツイッターも仕事のツールというか、チャンネル、まあ、X か、X はチャンネルになってますね、もうそんな方お腹かすいたとか、旅行行ったとか、もうそういった。 ポストはもう全くしないですね。僕に関しては、ツイッターに関しては。もう完全にもクリプトの人、ハッカソンの人、みたいなブランディングをツイッターでは完全にしてますので、もうこういう Web3 領域の発信以外はもうしない感じのぶっちゃけチャンネルになってるなっていうのは、まあ正直ありますと、うん、やっぱりもう、何を求めてるか、フォロワーの人は僕に何を求めてるのか、みたいなところはちゃんと意識して、ちゃんとこの界隈、この、なんだろう、ハッカソンの話とか、クリプトの話をする、うん アカウントみたいなところはやっぱり意識してやってたりはするので、うん、もう完全にそこは割り切って、ね、仕事のチャンネルとしてやっていて、とはいってもやっぱ僕は SNS とか好きなので、いろんなたわいのないこと発信したいので、まあそういったのはもう完全にインスタのストーリーになってるみたいなようなところではありますね。まあ一方でやっぱりもうね、うん、いろんな だろうリスクもいろいろあるじゃないですかだからも変な,なんかドンちゃん騒ぎしてるようなとかなんか飲み会の写真とかはもうあげないですけれどもそのストーリーとかでも,もうそれでもねそういうのはね SNS でも絶対あげない方がいいっていの僕はもう。 あののてて感じてるの別に何かあったわけじゃないんですけどあるので、まあ、ストーリーもたまいもないあの旅行の写真とか食べ物の写真とかはまあか完全にもうストーリーとツイッターになってますよねでうんやっぱり、うん 誰のためにこの情報を出してるかみたいなところはちょっと意識しながらツイッターとかはやっぱりやってるところあります。うん、で、うん、フェイスブックも完全になだろうプレスリリースの場所ですよね。もう本当にこんなサービス出しました。うん、こんなイベント今度やりますよ。みたいな感じでやってたりはするかな。だから さっきのなんかやっぱレバレッジ効かせられるツールみたいなところではあるので、まあ、できるだけやっぱりいい情報を提供してできるだけ影響力はつけてそのビジネスグロースにつなげていきたいみたいなような思いを持っていますねで一方で個人アカウントではなくてあの俗人性はまだこのフェーズはまだいいかもしんないですけれどもやっぱりもうプロジェクトとしてのグロースが必要なのでもう僕もなんだろう 日本のまあいつメインのアットイルシンっていうアカウントと、あと英語版の僕のアットイルシンアンダーバーあのイースかなって英語版のアカウントと、あとアキンドのアカウント3つがあるんですけども、ぶっちゃけもう全然テーマは合ってなくても、自分の日本語のアカウントでしか発信はしてないわけですよ。も,うもっとアキンドのアカウントでもガンガン発信していく必要があるので、やっぱそこは、まあまあ、それからキキビジネスの話しかも、そうですね、個人的なところで言うと、 そうですね。まあ、DM をするために、なんか、DM ではいろいろやってますけど、表ではもう本当にイベントの案内だったりとか、やっぱりまあ最近感じたちょっとクリプトに対するな考え方だったりとか、まあ、そういうところかな。でもどうなんすかね、もっともっとなんか、テレグラムとかディスコードも完全に仕事のあれですし、TikTok とかも全然もう見てもないし、使ってもないな。う いろいろありますけどね、ピンタリスだって、それこそ、ボンディっていうのもちょっと前にはやってましたよね、わかりますアバターみたいなやつ。ーどっか。ああ、早い、はいは、いはい。<laughs> うん、そうっすよね、これからどう SNS と向き合っていくかっていうところっすよね。あちょっと聞きたいのは、うん、本当にあのそのそ今、中央集権で SNS がある中で、その分散化の流れに SNS はなるのかっていう。うん そそれこそコンテンツがあってそのコンテンツがいろんな SNS にこう使われる世界観が来るのかっていう、うん、いやいやもう普通に <laughs> なんだろう営利企業としてやってるのでどの会社ももうそこは何て言うんでしょう,あのうん自分たちの利益の最大化では動くからしばらくそんなのはないんじゃないかって言いたいところですけど実はでも。 なんてその発想、やっぱりこのオープン化していく発想みたいなところは一つあると思っていて、これ、あのオフトピックでの話はちょっと受け入れにはなるんですけど、このメタ社が、このスレッズ出した時に、これ、インスタのユーザー基盤を使って、インスタのプラットフォームの上に、このスレッズっていうアプリが載ってるっていうような、なんかアーキテクチャになってるんですよね。インンンススタタののアアカカウウトトでででレッが作れたたじゃないいすかで多分メタ社はそういった オープン化の仕組みってのは多分試行してるでしょ。それの一つの実験としてスレッズを作ってたってのは間違いなくあるのかなと思います。うんまあ、インスタないしは、あの、Facebook の ID 基盤の上にいろんなアプリケーションを使い回せるというか、っていったのは試行してるっぽいですね。うん、メタ社に関してでも、正直、まあまあまあ、頂上してる企業でそれをオープンソース化するというか、パブリックにしていくみたいなところはあの考えづらいので、まあ、あくまでも、 なんだろう昔、フェイスブックがね、オープン化して、もうカオスになって、それを遮断した歴史もありますけれども、なんか、もう一度そういう風な、あくまでも、まあ、フェイスブックの利益最大化のためにオープン化していく、みたいなようなムーブは、なんか、ありそう、メタ社としてはありそうだな、っていうのはありますけれども、正直そのぐらいですかね。で、まあ、そこの対抗馬として、あの、ジャック・ドーシーとかが力入れてる、なんか、ブルースカイだったりとか、あとは、ウェブ3、SNS のファーキャスターとか、レンズ、 とか、あとは、ダムスでしたっけ、ノスラダムスとダムスとか、なんかそういった思考してるのはありますけど、やっぱりネットワーク効果が強すぎて、もう、ツイッターからの移行、X からの移行だったりとか、IG からの移行だったり、まあ、あ YouTube、TikTok、Facebook からの移行、まあ、それこそテレグラムだったり、まあ、LINE で行ったり、あってうのは、なかなか難しいですよね。新しいもう SNS があの伸びていくっていうところはあ、スナップチャットもあったか、スナップチャットも。 いやもう、ぶっちゃけっここのネットワーク効果の偉大さ、ああ、凄さってのは、やっぱりめちゃくちゃ身に染みて感じますね。こ個人的に感じるのは、LINE とかも全然進化が止まってるなってのは思っていて、別に LINE っていうアプリも日本人だったらみんな使ってると思いますけど、あれもぶっちゃけいけてないと思ってるんですけど、でもやっぱり乗り換えようにも乗り換える選択肢がないというか、みんなここにいるんだから、どんだけ使いづらくてもここで使うしかないみたいな、やっぱりあるわけで、なんかそういった、なんだろうな、あの、 ネットワーク効果のそのなんだろうリプレイスさせられないような強さっていうのはめちゃくちゃあるよなっていうのは思いますよね。だからもう、うん、で、スレッズもね、インスタグラムのあんな連携、ゴリッと連携したスレッズを持ってしても、正直結構やっぱりあの定着がしてないみたいなところもあるので、やっぱり慣れているところ、みんながいるところに、あの、なんだろう、定着をしていくみたいな話はやっぱりある,あるのかなと思いますかね。 うん、<laughs> あとはなんかツールから入ってあのネットワークで定着するみたいな話もやっぱ有名ですけどあのインスタグラムの作った創業者のケビン・シストロムとマイクああやっぱりどうしてでしマイク・クリーガーだったっけなさんがね今あのアーティファクトっていう記事あのニュース記事の,あのアプリを作ってるんですけれどもこれもニュースを見るっていう習慣化させてそこでまあ ユーザーとのコミュニケーションをさせて定着化していくみたいなのを狙ってるような AI でニュースをレコメンドするみたいなようなアプリとかも出してたりもするので i n インスタグラム成功させてる2人が作っている新しい何だろうコミュニケーションアプリ、まあ、今ニュースアプリになってますけれども、まあ、そこも楽しみだなっていうのは見てますけれどもんやっぱり僕ももう新しい SNS みたいなの作りたいなっていう思いを持ってもうずっといろいろ動いていていろんなの見てたので,でも,も,うもう無理個人ではこういう シリアルとか大きい企業じゃないともう無理ゲーな世界観にはなってるなってめっちゃ感じますよね。うんうんなるほど。ありがとうございます。そうですね。えー、なんかフォロワー増やしたいとかじゃあんまないんですか中塚さんは、うん？フォロワー増やしたいなんか今なんかツイッターまあ X もそうですし、インスタグラムも TikTok も今なんかサブスク登録みたいなのが足しのが一気に。 したじゃないですかあれ、なんか、ちょっと羨ましいなとはなんか思うんですよね。なんかこう、うん、なんかこう、それをこう、してくれる人がこういると、なんか、うん、んか救われるものは、なんかあるんだろうなって思うので、なんかこうあるんですけど、なんか、ここは、なんかやっぱこう個人に力をつけさせようと SN、SNS 界隈はしてるのかなっていう、なんかこう、 うん、ちょっとなんかここのなんか仕組みとしてなんかサブスク機能が一気にバンってなんか出たのかなとはなんか思ってますかね。なるほどですね。いやサブスク機能ね<で>あれはでもぶっちゃけだいぶやる,人やる側からしたら大変ですよ。毎日お金払ってる人のために価値あるコンテンツお金払ってる人が満足しなきゃいけないコンテンツを出さなきゃいけないっていう思いでコンテンツ作るのであれはね僕昔なんかそういうのでお金もらってやってたことがあるんですよ昔。 あるか昔、ね、なんかそういうサービスがあって、うん、月3万円ぐらいもらって、なんか何名かいたんですよね、課金してくれる人が。で、毎日、なんか、うん、IT のニュースとかアウトプットしてましたけど、だいぶもう、だいぶストレスでした、あれは。あれはやばいです。うん、うんだからね、ちょっとね、なんかサステナブルじゃない気がしてるんですよね、なんかサブスクで情報を出していくっていうのは。うんうん、あ情報というか、なんか応援っていう意味合いももしかしたらかもしれないです、ねうん、まあまあ、そうですね、そうですね。 なんかそれでいうとイーロン・マスクのツイッター見たら彼1億8000万フォロワーぐらいいますけどサブスクの課金してる人が200人ぐらいとかだったんですよねだからだいぶあなんか別に生コンテンツって実験的に出してるだけだと思うんですけど120か1.5億フォロワーいて120サブスクリプションなわけですよ。だいいぶなんかコンンバージョン率ものすごい 悪いいいいなななみた思いますわ、ね <laughs> まあ、かんないです別にそんなね、サブスクやりますよあ、こんなコンテンツ出しますよって言ってるわけじゃないので、ただもう受け狙いであの課金してる人たちだったりはすると思うの、あれですけど。うんそうですね、いやなんかもっと、なん,かなんだろう、<あ>めちゃくちゃノーアイディアで雑談でしゃべってますけど、これちゃんとトピックごとにほい深掘りしたらいろいろ話せそうですよね、<laughs> SNS の話はそうです、ね。いや、サブスクはね、なんかこう、ライブ配信とめっちゃ合いそう。 なる確かにあライブ配信系はなんかまだまだいろいろありますねツイッターもツイッター X もまたライブ配信の,あの機能をまた出してでそれをマーク・ザッカーバーグとイーロンのこのバトルで使うみたいなニュースもありましたけど、うん、ライブ配信はなんかいいっすよね、うん、確かになんかッ今なんか TikTok でポケモンのなんか試合みたいな 見てるんでですけどライブ配信んやっぱなんかこう毎日やその人やってるんですけどなんかこう応援したくなりますね。うん、な,なるほどで,、うん、でもないやぶっちゃけもう結論ちょっとまとめちゃうともうすべての SNS とかは基本も SNS のプラットフォーム側の思想もそうですし僕らみたいなコンテンツをアウトプットするのもそうですけどやっぱいかにその自分の。 そういうものに対して、パラトムに対してのアテンションを取るか、やっぱりいかにその人の過処分所得時間を自分に費やしてもらうかの勝負に正直なってたりするので、で、それを、やっぱり、なんて言うんでしょう、その、釣りコンテンツだったりとか、もう、エロとかグロとか、なんかそういった、なんていうんでしょう、アテンションだけを取るために、なんかハックをする。で、それで、まあ、収益化していくみたいなやり方やってる。まあ、別にいいと思うんですけど、ルールの中でやってるのであれば、やっぱりどうせね、貴重な、 時間を、あのー、見てもらっているのであれば何かしらのその人の人生にとってなんだろう少しでもバリューのあるようなコンテンツはやっぱ出していかないといけないよな、うん、みたいなところはやっぱり日々日々、まあ、昔からですけどやっぱりコンテンツブ,ブログとかも昔から書いてましたけどやっぱ感じるところなのでだからそこは意識した考えを持ったなんかあのコンテンツがもっと増えていけばいいのかなと、うん、僕自身もそういったものの方がね見てて楽しいですしありますよね。ううん、うん うんなこですかね。はい。なんかちょっとインスタとかツイッターのなんか創業ストーリーみたいな話も、ちらっとなんか話もできればなとは思ってたんですけど、ちょっと時間もないので、またそれは続きにしましょうかね。では、今日はこんなところですかね。はい。ちょっとエアチャットっていうアプリが最近話題なんで、ちょっとそれも話もしたかったですけど、また次回ちょっとその紹介もさせてください。次回。はい。はい。はいで,すでは、今回はこんなところで。 ですね。はい。ご拝聴いただきありがとうございました。今回のお話も、ポッドキャストの他に YouTube でもご覧いただけますので、そちらもチェックいただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。